まあ、ちょっとなんかレゲエブームみたいなのがちょっと日本にも来てたし、それだったら次の段階じゃないけども、30超えてたし、なんかやっぱもうちょっとなんかできることあるんちゃうかなみたいな感じで、日本帰ってロッカーズやろうかなみたいな感じで一応帰ったんだよね。でもその時のタイミングでもうパンって感じですか？そうだね、もうさっき言ったように日本帰ってからやるつもりなかったから、なんかそんなんで、ほらその時ジャマイカでロッカーズワールドとかレーベルもやってて、結構なんか二足三足のわらじ履くのがすごい大変なのも分かってたし、あんま忙しいのが好きじゃないみたいなんでね、あんま頑張れるタイプの人でもないみたいだから俺は。だからやっぱりそれだったら一つのことをやろうかなみたいな。そうそうそう、そんなんで日本帰ろうかなみたいになったんだけどね。それが何年ぐらいですか？それがね、それ何年だろう、今から10年ぐらい前、9年10年ぐらい前だから、何年、2000年とか2001年。2001年、そうそう、そのタイミングではまだロッカーズアイランドはそんなに、まあマンションの中でやってたぐらいですか？うん、ちっちゃい感じだったね。2001年ですか？2000年から2001年ぐらい。じゃ逆に言ったらその9年間でここまでになるんですね、まあ なったといえばなったね。で2001年で僕がロッカーズに入ったのが2004年なんですよ、うんうんうん、ってことは3年だけってことですか？そう、あの大きくっていうかちゃんとやり始めたのね。いや僕3年の段階ですごいなんかあったっすもんね、なんかすごい完成された感があったっすもんね。まあその職歴自体はね、その前7年ぐらいあるから。そうですね、そうそうそう、まあちょっとそういう大きくいいとこで大きい店構えたのが3年とかそんな感じだったんじゃない。なんかあの時はあの時ですごいね、いい時代だったよね、なんかいい時代だったよね。別に今も悪くはないけど、はい、そうそうそう、そうですね、そうね、なんかまああの時結構ほら若い分なんかやっぱりね、理想に走るっていうか、理想に走るって言ったら変だけど、やっぱあんまりね、今考えたらもうちょっとサウンドの面とかレーベルの面とかしっかりしてたら美味しかったんかなみたいな気はするんだけど、もうちょっとなんかちゃんとした若いのに引き継いで体制取ってたりとか、レーベルもなんかちゃんとちょこちょこでもやり続けてれば、まあなんかもうちょっと美味しかったのかなっていう気はするんだけど、まああの当時はあの当時でね、ちょっと無理やったかなみたいな。もうスタジオとかにねずっといるのがね向いてないんだよね、はあ、なんかこうパンチョとガチャを前にして言うのはなんだけど、はあ、もう外出たくてしゃあないみたいな、はあ、そう、それだったらサウンドの方が良かった当時はね、はあ、うん、そうそう、じゃあまあそんだけの流れ今まで見てきたらだいぶ変化あるっすね。はい、変化あるね、やっぱり日本人も変わったし、はあ、ジャマイカ人も変化あるし、やっぱりジャマイカの変化で言えば、ほらあのスタジオで溜まってるようなやつが売れてきたりするから、ああそうですね、もうこいつないわみたいなやつがやっぱりあるきっかけですごい売れてブレイクしてジャマイカで売れちゃったりするの間近で見るから、そうですね、うん、やっぱりエレファントマンとかやっぱり汚いなんかやつだったし、スタジオうろうろしてるね、あとね、ファンタモジャーも売れたなと思うし、カーテルも当時いたと思うんでね、なんかこうリリック書きだみたいな、リリック書いてるライターだみたいなんで、はいはい、会ったことはあったし、ダンもちょっと見たことあったし、スタジオでまだペーペーだった頃、そうそうそう、なんかその時代はね、なんか変な意味ね、こうなんかちょっと言い方悪いけど格上なわけじゃん俺らの方が。あそうですね、なんか俺らの方が営業もあるし、はいはいはい、なんかねダブ取ってください的な感じだし、はいはい、ねなんか何にしろスタジオのなんかエクソダスとかのスタジオのペーペーのエンジニアだし、はい、僕ダブやってやみたいな感じだったけど、そういう人たちが後からやっぱりどんどん出るところがやっぱりジャマイカのやっぱ強いところだなっていう気はする。パンツとかガチャもこれからどんどん見ていくと思うよ、そういう。そうですね、うん、ペンコとかまあ一曲しか出ないですけど、うん、あいつとか普通に座ってたやつですもんね。ああでしょ、そうそうそう、そんな口俺に聞いてたかみたいな思う時あるですもん、ね、うん、でしょ、なんかそういうのがねどんどん出てきたりするのがすごいなと思う、ね、まあ日本人でも結構ほらあのー、
ね、俺当時ジャマイカ住んでた時、あの山の上にまあまあでっかい家借りてて、そこ合宿所みたいな感じで常時いろんな人来てて、はい、まあゲームしたり、なんかこう週末なんかゲームしたり、そこでなんか音楽かけたりして遊んでたんだけど、そうやってなんかね、あの来てた人たちがそっからな、そっからっていうか、そういうその時期にジャマイカにいた人も JTB だったり両座だったり、はあはあ、ね、そういう人たちがなんかこう日本帰ってきたらすごいできるようになったりとか、はあ、なんかあの時はそういうなんかパワーみたいなのがみんなすごいあったなぁと思う、はあ、本当に、うん、そうそうそう、ね、JTB いたし両座もよくいたし、ね、マイティのスーパー G もそうだし、はあはあ、ね、そんなんで、まあ、サイモンとかもジャマイカ来た時よくそぶりとこにいたし、はあはあ、遊んでたし、なんかその当時ね、みんなやっぱりそういうとこでリンクできたから今もみんな仲いいし、はあはあはあ、なんかそういうのでみんなすごいパワーあったなとは思う。すごく、そうですね、うん、じゃあその頃いた人たちがみんなこうググッと、まあ全然今でも現役でみんなやってるし、パパ B もそうだし、そうそうそう、すごい良かったなとは思うけどね。でももうその若い時から仲良かった人たちがみんなそのままグッと上に上がってそうだね、なんかね、ああそうそうそう、そういうのも多分できてくると思うんだけどね。そうです、でもその時やっぱどんどんこうなんていうんですか、レゲエブームの傘が上がってるじゃないですか、うんうんうん、だから今回というか言うたら2003年2002年ぐらいから、うん、今までぐらいのこう大きなブームと一個ですれば、うん、かなり傘が上がって、うん、そうだね、だそれをグッと次超えるにはかなりの、まあ、うん、それはなんかそのいろんなもの、まあ昔から見たらね、底上げはだいぶされてるから、まあ俺らがほら若い時代ね、今だったら結構キャバクラ行ったりちょっと飲み屋行ってもレゲエ好きなんですよみたいな、うん、ね、女の子とかもいるし、なんか普通にいるじゃない。でも俺らの時なんかありえないから、そんなパッてレゲエ好きな人見つけれるみたいな、レゲエ好きな人見つけたら逆にちょっと同志みたいな感じのノリがあったから、なんか今はだいぶ底上げされたなっていう、ある意味レゲエ市民権得てるでしょ。そうですね、やっぱそれはありがたいこと、うん、そうそうそう、僕らがっていうか僕が始めた時とかはもう全然あったっすよね、うん、でしょう。でもその分だから、ハードルがすごい高くなってるから、それ以上のことしないと注目されないし、こう上にはいけないっていうところで若い子は大変かなっていう気はするんだけどね。出来かなりすごい上がいるだけに、うん、そう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 、だから下は結構大変かなとは思うけどね。でも恵まれてるよってユウスケのね、いや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 、ジャマイカにちょっといたらもうなんかモテモテやんか、なんかそんなんじゃないじゃないですか何の話っすか。いやいやいや、もうこっちなんか、こっちジャマイカにずっと長く住んでても全然モテたことなんかないし、それはちゃいますって社長。いやいやいや、それはこのあれですよ、これですよ。いやいやいやなんかもう今もうなんかパンチョさんは知ってますみたいなのあれで来るやんか、もう女の子たち、ね、お前もやかましいそういうことや。いやいや、でもまあそれでもありがたいことですね、本当に。うん、ありがたいでしょ。こっちなんか全然そんなんないわ、もうほんまにまあでもそれはそうだよ、こっちなんかまあそんな女行くとかよりも女行くことより日々のファイティングにもうあれだったからね、本当に日々のファイティングが大変だったからね。ああ、でもまあそうですね、そうだいぶ変わったっすね、感じも。感じ変わったね。でもまあダンスもね、結構こうね、結構ストーンラブみたいなのが5つ、ジャロみたいなのが田舎にいてみたいな、ああ、なんかそういうのがちょっとなくなってるのはちょっと今残念かなっていう気はするけど ね、 もう全部増えて、全部が簡単にできるようになって、うん、全部が増えたそうだね。なんか俺ほらやってた当時とかこう結構ヒップホップとかさ、ほら R&B とかジャマイカのダンスでかかり始めぐらいのレナさんみたいなサウンドが出てきて、結構 R&B とかヒップホップかけるらしいみたいな、アップタウンの人たちはそれがいいみたいみたいな時代だったから、結構こうダンスとかでそういう R&B とかヒップホップ俺らのやる前にサウンドかけて、俺ら出てって